かっこよさが輝くガールズバンドクッキーモンスター。平均年齢19歳のポップでロックなガールズバンドですね。でもただ可愛いでは済まされなくって、この透き通る声の中にも強さがきらめいているんですよ。プロのミュージシャンもクオリティが高いと称賛してくれる彼女たちのもとに聞き惚れることは間違いなしですね。で、今流れている曲は声という曲です。このボーカルの彼女は何ていう名前の曲ですか？僕はじめ三浦琴ちゃんって言うんですけど、琴ちゃん、はい、19歳ですね。はい、三浦さんはですね、はい、これは僕がプロデューサー目線で語るとですね、はい、自分の声の旨味を分かってらっしゃるんですね。どうすれば自分の声の一番いいところがこう届いているのかっていうのをこう確認しながら感じながら歌ってる、そんな感じがしますね。なんでこの透き通る声の中にも強さが広がって、はい、さっきネギちゃんが言ってたけど、まさに彼女もそれを分かってやってるんだと思います。なんか自分のことじゃないのにすごく嬉しいこのちょっと強さが、うん、強いけどちょっと切ない感じに気持ちにさせてくれるこの声がちょっと頭から離れなくて。なるほど、はい。今まで例えば、チャットモンチ、はい、あと赤い公園とか、はい、とスキャンダルになったことあるな、うん、ガールズバンド結構プロデュースしてきてるんですけども、はい、このガールズバンドって一つのこう夢を叶えてくれるんですね、うん、それは男子にとっても叶えてくれるし、うん、女子にとってもその軽音的な意味も含めて、うん、こう夢を叶えてくれる存在で、これネギさんにとってこのクッキーモンスターズは女子から見て同世代の女子から見てこう叶えてくれてる何かって。私があんまり女の子っぽくなかったので、なんか彼女たちの声を自分の中でリピートすると甘酸っぱい気持ちが体の中に染み渡って自分が女の子であるってことを再確認できるかなって。これあのクッキーモンスターのメンバー今聞いてないから、このラジオぜひこの声を届けたいですねこんなことをアーティストの人言われたら、ね、じゃあ一曲書こうと思いますよ。次は恋じゃなくてネギっていう曲になってますかなと思う。あー泣いちゃう。はい、ありがとうございます。じゃあ3組目のアーティストは